トカチ大橋は、北海道加藤郡乙府家町と帯広市の境にあり、乙勝川に架かる橋。国道241号の橋であり、帯広市と乙府町を結ぶ幹線道路として混雑している。24時間平均交通量は約3万5千100台。地震や風に対する安全性を考慮して設計し、玄関地での通年志向を工夫しており、 1995年度土木学会田中賞を受賞している。夜間はライトアップしている。十勝大橋の前身は1905年に加強された木橋海星橋である。1910年に火星土木発出所がより頑丈な木橋火星橋を加強したが、1919年の洪水で流出した。その後、 橋長を186メートルに延長して掛け替えたが、洪水の度に修理しながら利用してきた。新たなコンクリート橋は1940年に着工し、橋の名前もトカチュ大橋と改称され、1941年に完成した。旧トカチュ大橋は、平行荷重法によるアーチ式歩行を世界で初めて採用し、ファイ44ミリメートル。 最大長25メートルの丸光を日本国内で初めて採用するなど当時の最新技術を使用した橋梁であった。1980年に策定された乙吹町川の堤防を引いて十勝川を拡幅する木のびき包み事業により橋梁自体は健全であったが掛け替えることになった。1996年十勝川上流側に新たな十勝大橋が開通した。 シャバリ橋として生まれ変わった、トカチ大橋は、PC シャバリ橋として、福音、面積などが、日本国内最大級の規模となっている。なお、急遽の忍ぶため、さようなら急トカチ大橋というイベントを開催し、帯広川には、急遽の兄弟が残されている。音吹川は、木の台通三丁目交差点で、北海道道337号上しほろしほろ、音吹線。 北海道道498号潮流いらない、木の停車場線と接続している。交差点以北からは片側1車線となって、市街地を貫いている。帯広川では西3条通り、西2条通り、国道241号に分かれ、いずれも国道38号と交差している。帯広川の十勝川河川敷には、野球場、サッカーラグビー場の運動施設があり。 マサルごと花火大会や、童心と勝川花火大会など、各種イベント会場としても利用している。音吹け町帯広市注釈出店。ありがとうございます。